時です。僕たちは大道芸人です。なので戦うこと以外にいろいろな芸事をご主人に教えてもらいます。強いだけじゃなく戦いだって立派な舞台、血生臭い戦闘にも花を添えちゃうんだよ。今回はそんな感じのお話をしたいと思うよ。今日も人のいないところで大道芸の特訓。うまくできるとご主人はニコッと笑ってくれる僕の好きな時間の一つだよ。こういうのをね、マクロに仕込んでおくとより一層大道芸人って感じ。金時芸達者、他にもね、僕たちはいろんな動きができるんだよ。まずはこれ、定番だけどご挨拶。ご主人が頭を下げているんだから僕だって下げるよ。次はこれ、金時照れちゃう、もじもじしちゃう。アクティベートの時にこれを使えばちょっとシャイな子みたいになるね。次はチアートクラップ。これも結構定番だね。金時はね、これをするよりされる方が好きだけどね。さっきやってたダンスモーション、こうやってご主人と踊ったりもできちゃう。そのうち歌も歌えたらなぁ。きっともっと楽しいね。お次は戦闘の士気を高める。これ今日も頑張っていきましょう。嬉しいことがあったら万歳だとか、想定外のことにびっくりしたり、キョロキョロしちゃったり、犯人がいたら犯人はお前だーとか、偉い人に敬礼してみたりなんてこともできるよ。金時高性能すぎて自分でもびっくりだよ。こういうのをね、いろんなマクロにちょこっと組み込むといいんだって。僕もまだ練習中で未熟者だけど、これよりはいい仕事してるって思うんだ。さて最近の僕の仕事といえば、もっぱら食材集め、食欲の秋ってやつらしいですね。僕のハサミでチョキチョキと魚介類をさばいたりしていました。ある日鶏肉も食べたいというので鶏をさばきに行ったんです。やったね、南国に連れてきてもらったよ。海だー。僕、海なんて初めて。綺麗なところで感激しちゃう。僕が頑張ったから、ここでクジラのお肉も取れることになったらしい。もう一頑張りして、今日はここで宴会するよ。わあ、ものすごく大きい魚だね。ちゃんとターゲットを維持できるか、みんな心配になっちゃうかな。実はね、この間また、カラクリシに修正が入ったんだよ。フラッシュバルブっていうアタッチメント、
これはフラッシュをするものなんだけど、なんと、9年半もヘイトがほとんどない状態だったんだ。これが改善されたおかげで、敵対心を上げやすくなった、というわけ。だからね、こんなのヘでもないんだよ。さあ、ささっと刺身にしちゃおうね。タイやヒラメも舞い踊ってて、今日はごちそうだぞ。今日もご主人は、ごちそうを頬張って、とても幸せそう。僕も特上のオイルを刺してもらって、とてもいい調子。今度はどこに行くのかな？金時、とっても楽しみだよ。他のも見たい、という既得な方にはチャンネル登録がおすすめだよ。画面のチャンネルボタンを押してね。今更ですが、これからもよろしくね。